ホルテは三菱自動車工業が生産、販売していた一ンボンネットトラック、ライトトラックである。なお、キアが生産、販売している普通乗用車にもホルテという社名があるが、三菱のものとは無関係。同社の小型ボンネットトラックとしては1966年から1971年まで生産、販売されたコルトトラック以来、 7年ぶりに投入された車種であり、初代ギャランシグマのフロント用ドアパネルやエンジン、ドライブトレインを流用している。主に北米をはじめとした海外向けとして企画、生産された。スタイルは初代ギャランシグマエテルナのイメージを踏襲し、ロングノーズ、ライトトラック発のエアダムスカート、丸型四等式ヘッドランプを採用。海外での名称はマイティマックス、L200 など。 提携先の旧クライスラーでは、ダッチラム50、プリムスアロートラックの名で、主にティーンエイジャーや女性向けとして販売されていた。フォルテ 4WD を SUV 化したものが、パジェロ、同じく、これらのパワートレインをワンボックスカーに流用したものが、デリカスターワゴに 4WD となる。フォルテとは、イタリア語で、強いを意味する。ありがとうございます。